寝ながら聞ける。建築士独学道場。聞き流し。単元別。一問一答です。通勤時間、通学時間、睡眠前など。寝ながらでも聞けます。受験生の貴重な時間を有効活用してください。今回は、学科1、計画、医療施設からです。さあ、始めます。 1> 問1一般的な総合病院の計画において延べ面積に対する外来部門の床面積の割合を40%とした回答×解説 一般的な総合病院で通院による診断・治療を行う外来部門の占める床面積は延べ面積の10から15%程度である。問いに400床の一般的な総合病院の計画にあたり病棟部の占める床面積を 伸び面積の約40%とした。回答。マル。解説。一般的な総合病院で病棟部の占める床面積は伸び面積の35から40%程度である。 問3病院管理の効率および患者の動線を考慮して外来部門を診療部門と病棟部門との間に配置した解答罰×解説 病院の利用者は患者。外来、入院、来訪者。家族、見舞客、医療提供者。医師、看護師、サービス。メンテナンス、委託業者に分類でき、それぞれの利用者が無用に工作することのない計画が前提となる。診療部を、外来部と病棟部の中間に位置させる。 問分娩部に、陣痛、分娩、回復を一室で行う LDR システムを導入するにあたって、ソファーや安楽椅子を配した家庭の寝室のような雰囲気を持たせ、無糸糖や酸素ガスの配管などの設備も目に触れないように配慮して設けた。 回答丸。解説。分娩部に、陣痛、分娩、回復を一室で行う LDR システムを導入する場合、患者に安心感を与える雰囲気は大切で、手術に用いる無糸運や酸素吸入、消気、麻酔用ガス吸入配管などの設備は、目に触れないように配慮する必要がある。 問いリハビリテーションにおける ADL の訓練室については模擬的な寝室浴室台所などを実際の住宅のように設計した回答○解説 リハビリテーションのための ADL 訓練室に実際の住宅のような寝室、浴室、台所を設けることは円滑な社会復帰を目指す上で大切である。問い6総合病院の中央材料室は手術室との関係を重視して配慮する。 回答丸。解説。中央材料室は、手術部、病棟部、外来部などで使う機材の洗浄、滅菌を行うところであり、その配置は、手術室との関係を第一とし、次に、病棟部との関係を考慮する。 問7 400床の一般的な総合病院の計画にあたり産科と小児科の一看護単位をそれぞれ50床に設定した「回答×解説」 看護単位とは、一看護チーム、十数名が担当する患者グループのまとまりを言い、一看護単位のベッド数は、50床以上となる場合もあるが、内科、外科は40床程度であり、産科、小児科は30床程度とされている。問い8 ICU 全体の床面積を一床あたり18平方メートルとした。回答、バツ、解説、ICU、集中治療室の病床周りには、 手術の医療機器や治療、看護のためのスペースが必要となり、一般病棟と比べて必要床面積が大きくなる。ICU の1床あたりの床面積は50から60平方メートル程度とされている。トイ4 0 0床の一般的な総合病院の計画にあたり、 内科病棟における4床室の床面積を35平方メートルとした。解答丸解説。病室の内のり床面積の最低基準は。 一章あたり6.4平方メートル以上である。従って4、四章 ×6.4 平方メートルイコール25.6平方メートルであるから、35平方メートルであれば十分である。以上で終わります。お疲れ様でした。 合格目指して頑張りましょう。